11時45分に間もなくなります。日本放送の制作でお送りしていますアッコのいい加減に旋回です。さまざまなゴールデンウィークがあるようで、うん、ラジオネームゆずレモンさん、はい、女性の方ですね、はい、この時期は田植え野菜の収穫があってとても忙しいんです。あ、先週もなんかあの田植えされてる方いましたね、はい、あ、そうですね。だってさっきのあのメール方もそうだけど、あの子供の日の菓子屋餅とかね、はい、和菓子屋さんでやっぱり今日を目安頑張って、目安って変だけど、そうですね、ね、大量に作るでしょうね和菓子屋さん。その時期その時期があるからそうですよ、大変ですね、ですから、ゆずレモンさんはもう休みはありません。なるほど、ラジオがお友達です。ありがとうございます。ありがとうございます。ためになる、なる話をできるだけしたいと思います。無理か。ためになってますか。どうだろうね、いろいろとこうね、はい、これは松戸市の、うん、幸子さんかゆき子さんか書いてないんですけど、はい、70歳主婦の方が、はい、先ほど宅配便で、はい、カーネーションが届けられました。え、もうそうですか。息子からですと、はい、母の日は来週なのに、はい、本当にバカ息子です。それは何とも言えないですね。あのでも先にいただくって、誕生日なんかだと、はい、かき先にもらったりするとどう。いやもう全然嬉しいですよ。僕は1月1日なんで、そもそもみんなが誕生日忘れる日ですから。そうだよね、はい、あ、カキはちょっと例外だな。どうなんだろう、先にいただくって。アッコさんどうなんですか。私はね、いつも言うんだけど、誕生日の先にもらうでしょ、その時嬉しいですよ。でも 年が過ぎて、まあ来年になったとするか、はい、そうすると去年の誕生日誰に、どなたに何をいただいたかっていう時に、前の日にいた、前のその前日とかにいただいた人は意外に忘れてんのよ。誕生日を思い出すから、うん、その日を思い出すと私は、ああそれは。でも母の日は1週間前でも私カーネーションは持つと思うんですけど、ね、そうですね、うん、だからいいじゃないですか、華やかで。幸子さんも、うん、若息子ですと言いながら、うん、ちょっぴり嬉しい母ですと。なるほど、はい、そこまで読んでから言いなさいよ。私がボロクソ言ってたらどうすんのお前。ちゃんとね、信頼関係ですよ。ないよ。君はそう、あこさんが君はどう思ってるか知らんけど、私は君に対しては信頼関係そんなにない。しいな、一方通行ですか。そうです。続いて、はい、葛飾区のまるちゃん、はい、あっこさんが新人の頃意地悪されたエピソードは、はい、本当に大変だったんですね。本当大変でした、はい、それを乗り越えて、うん、今後輩に慕われる素晴らしい先輩として頑張ってる姿は、はい、尊敬です。わお、ありがとうございます。まあ慕われるかボロクソ言われてますけどね。最後まで読んでからでいいですか。はい。すいません、はい、あっこさんなりの厳しい芸能界を生き抜く上でこれだけは大切にしてきたという何かはありますかっていうルールみたいなものはっていうことですね。まあでもいつも言ってるんですけど、いいか悪いかは別にして、まあ挨拶して嫌がる人はいないっていう。あ、絶対挨拶は。だからあの徹子の部屋でもちゃんとあの中尾美恵さんとあのクライアン徹子さんはお伺いしますし、吉村真理さんも行きました。番組、自分がやってる番組じゃなくても、はい、でもこの間テレビで子供が知らない人から挨拶されたら逃げなさいっていう、今なんか親がいるっていうから、この辺もどんどん変わってきちゃってるのかなっていう。まあ知らない人からっていう、うん、お子さんの場合はね、芸能界は挨拶は大事だと思いますよ。特になんか微妙なタイミングですれ違ったりとか、そうそう、 あそこにいらっしゃるっていうのは気づいても、うん、挨拶は絶対行くべきだってことですよね。私は行きます。されて嫌だと思う人はいないっていうと私は思います。されなかった時にね、逆にはしないこの間もだから、そのあのダウンタウンデラックスとか日本撮りとか多いんだけど、私2本目だったんだけど、はい、あの森まさ子とか勝又とか来て、あれとかって1本目でした。あ、楽屋全然違うし、フロアも違うんですよ、2階と3階で、はい、収録が多かったんですよ。あの家庭の医学ってタケちゃんのも撮ってて、ダウンタウンデラックスも撮ってて、林先生の初耳学、はいはい、だからもう楽屋がいっぱい。なるほどなるほど、ちょうど収録のタイミングだったんですね。でも挨拶来てくれて、そういう時やっぱ嬉しいですね、はい、はい、挨拶されて嫌な人はいないということですね、はい、続いて千葉県市原市のあられママさんがですね、はい、3月にクイズ和田オネアで、はい、賞金1万円をいただいたあられママですと、わお、その1万円で、はい、先日いつもより
お高い、うん、美味しいお肉を購入し、うん、バーベキューをしてきました。あら、家族で、はい、素敵。話題はもちろん、はい、アッコのいい加減に1000回この番組の話題で盛り上がりました。 ありがとうございます。アッコさんごちそうさまでした。いえ、とんでもございません。ラッキーでしたね。そうですね。だって本当にもう何十年もやってんのに、もう電話かける時間もほとんど一緒なのに、なんかあのせっかくメールとかねファックスくださってんのにいらっしゃらないとか。そうなんですよ。そうなんです。あれ電話がかかった段階でも1万円の大チャンスですからね。え、はい、ぜひ出て正解してください。バーベキューなんて、はい、いいですね。カッキーやったことある？バーベキューはもう 10年ぐらいやってないですね。今でもなんか公園かなんかでバーベキューやれるような施設もあるんだよね。あります。昔はもう日本に全然なくて、私外国行ったらあれが羨ましくて、一回やりたいやりたいっつってハワイでやろうよっつったんだけど、公園とかね、はい、もうあのお水とかこのバーナーみたいなのもあって、そしたらお酒飲めないから無理っすよって言われて、バーベキューでお酒飲めないのって、公共の場所でお酒は飲めないんですよ。日本より厳しいんですね。お酒日本普通にビール飲んだりしてんでしょ。してますしてます。もうあの特にアメリカはそうだと思いますよ。ハワイはもっとダメだった。そうですね、なしにしたんだから。だってあの木梨とヒロミとで竹山と、はい、勝俣とみんなで遊んでくれて、はい、それぞれの家族ね、じゃ あの海行く、やだ焼けるから、で山行く、高いとこ嫌い、高所恐怖症、動物園有名だけど動物嫌い火山何の興味もない植物園いらん何すんのって言われて、うん、酒飲んでのんびりしたい、もうしょうがねえな、あじゃあバーベキューしようよとかつってみんなでワイワイ言ってと、で、あのお米炊いてくれたらあのおにぎり作ってあげるからとかと、バーベキュー酒飲めない、へえとかつってついに見つけた答え、バーベキューなのに、そう、酒が飲めない、そう、これは悔しい。 でも本当なんですよ。日本はでもそれこそアコさん今言ったように、うん、もう全部行けばもうセットが揃わってて、うん、というところもありますよね。もうお肉まで用意してるところもあります。はい、本当手ぶらで来てくださいっていう施設ありますから。あ、そうなの、はいはい、お肉とかそういうとこは美味しいんですか。美味しいっていうか多分それもなんかある程度値段で指定できるんじゃないですか。美味しいと思いますよ。へえ、いいですね。じゃあもうあとは綺麗に片付けて帰るだけ、はい、そうですね。グランピングとか行ったりしますね。あ、なるほど、はい、へえ。ちょっと竹山さんとか木梨さんにまた、竹山なんかねキャンプ好きとかっつってよくなんか車乗って一人でキャンプ張って、あの空見ながら寝てるとか、あいつほんと顔に似合わず全然なんかロマンチックなとこある言ってたけど、私何がいいのって虫の声聞きながら酒飲んでこう寝るんです。虫の声嫌や聞いたら寝られへんとか難しいなとかって言って難しいですよね。アッコさんをもてなすって考えた時に。そうなんですよ。あ、それは分かりますね。いいアイディアがあったらまた、まあ、アッコさんをもてなす方法などありましたら、ね、アウトドアに精通されてる方とかね、はい、はい、教えてください。あんまりアウトダメなんですよ。だからどっちかというとインなんですよ。インドアなんですけどね。はい、はい、メールアドレスは akko@1242.com。 あ、ちょっとこれも紹介しておきます。はい、アッコさん、先ほど勤労感謝の日の話題になりましたが、はい、日本で国民の祝日は数えましたら全部で16ありますと。はい、ですか。逆に16ぐらいしかないんですかね。あると思いましたね。あ、そうなんですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい。中野区のペンギン王国さんからいただきました。はいはい、メールは akko@1242.com。akko@1242.com。ファックスは0570-021242でお待ちしています。